始まりました無限大レディオ。毎週日曜夜9時から無限大ドーム1で公開収録を行っているこの無限大レディオですが、今回は新型コロナウイルスの影響を受けまして、お客さんを入れての公演ができないということで YouTube での生配信ということになりました。今年初めて一発目のですね、無限大レディオを担当させていただきます。 This is パンの吉田です。前回のね、大自然のロジャーがなんか指名をしていただいたということで、ロジャーってね、本当にあの本当ナイスガイで、多分全女芸人のトップ5に入るんじゃないかというレアキャラなんですけども、そんな誰からも好かれているロジャーから指名ということで大変嬉しく思っております。ラジオというのはね、本当にずっとやってみたくて、ちょっと形こそ違いますけど、ちょっとねラジオ本当に聞いていていただいているという感覚で、見ていただいているというよりは本当にもうお耳のお供にという感じでね、ゆったり聞いていただけたらなと思います。さあ、それではそろそろ始めていきましょう。 This is パンの、失礼いたしました、 This is パン吉田のツナチェダーチーズサンド。そしてこんばんは。この無限大レディオを週替わりでパーソナリティが変わる公開収録方式のラジオ番組となっております。1月からはパーソナリティが全員変わりまして、新たにスタートいたしました。よろしくお願いいたします。さあ、記念すべき新年一発目、私This is パン吉田が担当させていただきまして、ここから3ヶ月ですね、第1日曜日、ご一緒させていただきますということでございますので、ぜひ3回ともね聞いていただけたら嬉しく思います。さあ、もう早速ですが、ここからはもうゲストをお呼びして一緒にいろいろお話ししていきたいなと思いますので、ゲストの方を呼び込みたいと思います。今回のゲストはこの方です。お願いいたします。お願いします。山田でございます。山田ちゃんです。よろしくお願いします。独特独特の空間だから、どっちで行こうかなと思って、This is ファンの吉田ですって行こうか、This is ファンの吉田ですって行こうかちょっと迷ったんですけど、まあ、3回やるから。なるほどね、試していこうと思って。3回で変わる可能性ある。3回で可能性あるでも4回目で正解見つける可能性もあるこれ分かんないんですけど。確かにね、そうだね。山田ちゃんはね、あの同期で、そうです、しかも同い年というね、うん、まあ、貴重な同期の一人でもありますので。そうだ、しかも今やもうフォルムがほぼ一緒いやこの間さ、ね、31日に行われた同期ライブ、うん、あったやん、うんうん、で、私の隣がね、あれインドネシアか、うんうん、インドネシア住みます芸人のウラ君っていう同期の芸人だったんですけど、私ウラ君初めましてで、そうかそうか、ちょっとその前は、始まる前も全然絡みがなくて、うんうんうん、いきなり本番で座っちゃったんですよ。ウラ君が結構エンジンかかっててバンバンうん、うん、なんか一発ギャグしたり、ね、トークしたりしてて、うん、でまあうん、悪く言えば滑ったんですよよく言ってほしかったけど、うん、悪く言えば滑ったね、うん、で MC が田畑くんやったんで、うん、田畑くんにすいません、うん、席変わってくださいって言ったんですよ、うんうんうん、そうしたらその瞬間に浦くんが今の山で山田やと思ってたってあっただから傍若無人に振る舞ってたのに知らない人やったみたいな感じそうだよね、知らない人が隣だったらもうちょっとおとなしくなってそうよ、その可能性あるよ。なんか山田なんか今日冷たいなそうそうそう、一回も顔見せないしそういうことそういうこと笑わないしって思ってたと思う。なるほど、いや確かにすごいね、間違われること多いよね。多いよね、特にその時あれなんだよね、吉田ちゃんの隣に藤本がいたんだよね、うん、そう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 、それもあってだから余計に確かめることもなく、そりゃ山田だろうと思ったそう、楽屋でも言ってたもん。あ、そうなんや。もう、なんか山田こっちにいたのみたいなじゃあこれはみたいな、ああ吉田ちゃんかみたいな瞬間移動してるから感じ。そう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 、本当よ、同い年で ねフォルムもそっくりと。で、あと関東で唯一ね、私と喋るテンポが一緒っていう、ね、いや私ね、言われるまで気づかなかった、なんかその感じ。やっぱ早いよ、だいぶ、うん、めっちゃ。あ、本当、うん、だからなんか吉田ちゃん来た時に、うん、最初喋った時、うん、すごく心地よかったねそのなんかなんていうの、なんかえ、すごい心地いいじゃん、打つようにな、そう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 、打つようにさ、ずっとリズム変わらずジャズみたいに喋るやんそうそうそう、その感じがなんかすごいなんか心地いいから、だから多分やけど、うん、このほんまにテンポで、うん、何のこのサービス精神もなく喋ってたら、うん、多分東北の人とか聞き取られると思う早すぎて確かに、ね、今はまだほらお客さんに伝えようとして、うん、一言一言をこう、うん、なんかはっきり喋ってるけど、うん、普通にプライベートでさ、わわわわわわって喋ったら多分ほんまに聞き取れへんと思う。もうほんと最悪の組み合わせじゃん東北をね、なんかね相手にできないような
ね、遠くの人に伝えたいのにさ、はい、そうなんですか。そうよ、遠くを目指してたら それは仕方ないですね。いや嬉しい。でもやっぱ一発目のゲストに呼んでもらえたっていうのはすごい嬉しいですよ。いやそうね、まあ、あの誰がいいですかって言われて、まあ、3人挙げさせていただいて、まあ、じゃあ1月山田さんでどうですかって言われたんです。ぜひ嬉しいよ。あの W もお疲れ様でしたということでね、ありがとうございます。いや本当快挙ですよ。本当ですか、うん、快挙どうですか、やりましたか。いや本当にね、あの見てない改めて見れなかった見れなかったんや。やっぱりもちろんその私たち出番が終わってからは、うんうん、その大きな画面に映し出される楽屋のね、うんうんうん、やつで見てたんだけど、うんうん、やっぱみんなちょっと喋りながらとか見ちゃうから、うんうん、まあ、しっかりは見てないけど、うんうん、そっかそっか、もししっかりは見直せてない全然。そうね、まだ無理か。まだね、そうなんかね、でもね落ち込むとかではないんだけど、わかるわかる。でもさ自分が出るやつを、うん、そもそも見るのが恥ずかしくない。うちも見ない見ない見ない。でしょ、基本見ない。私こんなんなんとか思いたくない。滑ってるのが全然いいね、うん、こんなブスなんて思うのが嫌そう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 なんかそしたら次堂々とできないから。そう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 ほんまにそうなんか何を変えていったらいいんやろこんなに太ってたんやと思いながら。やっぱりさ、その女性ってさ本当自分の顔ね、そのもちろん化粧する時とか鏡で見るんだけど、うん、やっぱ作ってないつもりでも、うん、絶対作っちゃってるらしいじゃん。わかるわかる。だからそのずっと作られた顔を自分で確認してんだ、うん、毎朝。だからえ何これみたいな、なんかそのえみたいな、そのわかる。なんか私本当にだから言われるけど最近ね、うん、本当に私もっとなんか私の言葉で笑ってると思ってたお客さんが、うんうんうん、でも、うん、私の顔で笑ってる瞬間あるんだと思ったら、うん、そのなんかえみたいな。でしかもあるあるあるよ。客観的に見たら、うん、いやもう顔で笑わせてるよって時あるあるよそう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 、あやらかし見てる時あるで、あるんだよね、うん、ある。でも気づかなくてそれを、だからすごい恥ずかしい気持ちになるから。で山田ちゃんのことをこうやって普通に会ってて、うん、もちろんまあ可愛いし、いや嬉しい、ブスって思ったことないけど、テレビで見たらちょっとブスな時あるなんかコミカル、いやそうコミカルな時ある。嫌だよね、なんかすごい自分のやっぱ自分の家族がさなんか変なことしてたらさすごい見てらんないじゃん、うん、でもやっぱ何が一番見てられないかっつったら自分が変なことしてると思うそのえ私こんな変なことして笑い取ってるみたいな。だからいやでもさ吉田ちゃん、あでもそうか、吉田ちゃんはなんかそのね、うんうん、その奇妙キテレツみたいな感じの顔になってることはあんまないかなと思ってたんだけど、あのすっごい怒ってる顔が映るもんね、そうそうね、イライラしてたりとか岡下くんに対してめちゃくちゃムカついてる、そのなんか本当に嫌な顔を映すわけじゃん。どっちかわからん切れ方そう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 、ほんまに切れてるんちゃうかみたいな。いやそうそう、それってちょっと嫌だもんね。いや本番中に切れることがまずないやん、もちろん全部ネタの中に組み込まれてるけど、うん、でも誰が見てもこいつマジで切れてるっていう時あるいやでも本当にあの勘違いしないでほしいなと思う、本当に舞台でね、うん、吉田ちゃん切れてるって思ってるかもしれないけど、うんうんうん、楽屋での岡下くんへの顔の方がよっぽど怖いからえこんな怖いっていうような顔するからそんなつもりないねんね、うん、ないねんけど、まあ、ちょっとまあおざなりにはなってるよね、うん、なんかさ、そのだから、ね、怒ってるって思わせなきゃいけない時もあるじゃんか、そうね、そのね、そうね、とか岡下くんなんかやったら嫌な顔するみたいなのがキャラクター的にあるけど、うんはい、楽屋でするのってそれ誰のパフォーマンスでもないじゃんただの機嫌やもんね、そうそう、ただの心の、いやほんまに今日もさ、うん、朝アイロンヘッドの寄せやってるけど、うんうん、まあ初仕事ではないけどこうライブ初めてやって新年、おうおうで、お菓子がすごいテンション上がって、しかもアイロンのやし、うん、仲いいね、あそうかそうか、なんかすっごいテンション上がって、うん、いろんなこと言ってきたから、うん、半分ぐらい無視したんやでもそれはそれで、うん、あの無視せんといてやみたいな、お客さんには受けて、うんうん、まあまあ全然ありやてんけど、事なきを得てんけど、うん、終わってからさ帰り、うん、エレベーターで降りるときさ、ナポリと二人っきりになってさ、うん、ナポリがさほんま6回ぐらいでさ、うん、ゆうちゃんあれお菓子のことを突っ込んだってなって言った愛だね、気持ちわかる、気持ちわかんないけど突っ込んだってなって言われて、なるほどね、冷たく見えたかいやそうよね、だってね、うん、これはねでも本人がね聞いたことあるかどうかわかんないんだけど、うんうんうん、あのね、あのそれこそね岡下くんがなんか寝坊かなんかしたんかな、うんうんうん、でなんかその待ち合わせ2人のネタ合わせか何かに結構待たせたりとかしたみたいなことの後かな、うんうん、そのエピソード聞いて、わそれ良くないよみたいな話をしてた時に、うんうんうん、でそれをその直接ごめんって謝んなきゃなみたいなことを言ってたら、うん、その吉田ちゃんが登場して、うん、やっぱ想像よりはるかに怒ってたのね、はいはいはい、で吉田ちゃんが、うんうん、でも私から見ても怖いそのね、うーわあマジギレやそうそうそう、青の炎をさまとったせーのそうそうそう300度のもうなんかこっちに怒ってくるわけでもないみたいな感じで、でごめんなみたいなの言ったら、うん、ああ気をつけてなって言ったのね、うん、そのね、うん、でめっちゃ怖いじゃん、うんうん、でそのままはけた後にね、うん、俺なって言って、うんうん、お菓子くんがしゃべり出して、
あんなにな怖い女な人生で見たことないねんって言ったの俺の人生になあんな怖いやつおらんかってんって言ったの演歌の入りやねそうそうそう俺の人生でこんな怖い女いなかったそれで歌っていただきましょう逆にだからその唯一の女というかだからすごいねいやでもそんなことまあないつもりやけど、うん、まあちょっときつくはなってるかもねなんか相方って一個さちょっと違うというかさ、うん、いやそうね相方のだからその良くないことうん、私の良くないことにもつながりやん、うんうん、コンビの評価やから、そうね、そうだよねだからその怒って当然なのよそうね怒って当然なんだけど、うん、やっぱそのあんなに怖い女性は見たことないでもそれで気をつけようって思うわけだからねまあねまあねそうそうそうだからそう、ね、本当にだからこのね話はするとね、うん、吉田ちゃん本当もういいって言うんだけど、うんうん、やっぱり吉田ちゃんって本当に来る前、うん、大阪から来る前大阪から東京に来る前、うんうん、評判としてはよ、うん、こちらで広がってる評判としては、うん、大阪でバン張ってる女って聞いてたから、うん、ね張ってるわけない、ね、すごい私人の紹介でバン張ってるっていうのは、うん、この世界入って初めてだったからその代表じゃんそうねなんかこういう人っていう一言目がバン張ってる、うん、あーそうなんだ怖いな怖いそれはで来てみたら、うん優しいの張ってないしな本で張ってないの張ってないまず一回ほんとちゃんとよ、うんうん、張ってはない仕切ってはいるそれを旗から見たらそのやっぱ違うから自分と、まあね、自分感覚とねそうそうそう、うん、で番張りが来たよっつってで来て喋ったら優しい、うん、優しいのもいほんまになんかすごい面倒見もいいし、うんうんうん、ほんと家行ったらとんでもない勢いでご飯を振る舞ってくれて、うん、なんかもうお土産とかも持たせてくれるのよみかんとうどんなそう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 私さ同い年のさ別に同い年同じ芸人のはずなのに中2を一緒ぐらいのこんな違うと思ってでも出してくれたりとかして、うん、すごい優しいんだけど、うんうん、でもやっぱりなんか怖いなとだからもうお前これももう、ま、毎回話してるけど、うんうん、あの出待ちのね出待ちがあった頃ですよまだ今はちょっとねコロナの影響でできないけどね、うん、一緒に劇場出た時にその吉田ちゃんにね、うん、そのファンの女性の方が、うんうん、あの袋を持ってね、うん、こうやってわーって来てあ出待ちだと思ってね、うん、あー行っといでみたいな感じで言ったら、うんうんうん、すいません吉田さん、うん、あのねお渡しだけよろしいでしょうかって言ったら絶対言ってない絶対言ってないお渡しだけ言ってないよろしいでしょうかこの手に持つものをしゃってじゃあお使いに来てるよ違う、ま、そんなこと言ってほんまに言ってないいや嘘だ私ちょっとだけよろしいですかぐらいの感じだったよ、お渡しだけだって言ってお渡しだけよろしいですかって聞くってことは、うん、その前回お渡しだけよろしいですかを言わずに怒られてるじゃん私以外 NG やったそうそうそうお渡しだけですお渡しだけなんで今回はお願いですみたいなことじゃんそれやるって大丈夫全然大丈夫よ大丈夫なのね全然大丈夫お渡し以外も大丈夫よ今はもうあれですけどこのコロナが本当になくなってね、うん、またそういうお話とかできるようになったら全然大丈夫ですよ、うん、本当ですねまあちょっとね機嫌にはよると思いますでも言った方が丁寧だもんね言った方が丁寧、うん、言ったら機嫌にはよります、はい、私よろしいですか私とお写真だけよろしいでしょうか、ね、こんな言い方したら悪いけど、うん、私のファンの人ってやっぱりちょっとなんかそういうね気を使ってくれちゃってるのかなめっちゃ多いねあ多いんだほんまにあ今日はあの人来てんのかなとかさ、うん、もう顔覚えるやん正直十何年もやったら、うんね、来てたら全然もしかしたらな写真ぐらいとか思ってても、うんうん、もうさっと帰りはんねんさっと来てさっと帰んねやかんだからさ、うん、やっぱその何だろう嫌われたくないそれもちろん嫌われるぐらいの好かれなくていいやそう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 何も交わらないままでただ私はあなたを見ていますっていうことなんじゃない愛が深いっていやそうそうでも嬉しいことだけどねいやすごいありがたいねほんまに、うん、あのちゃんとこっちのなんか時間の感じとかも多分理解してくれてんのよなって思うから、うんめっちゃありがたいねんけど全然そのほんまに何かあれば全然声かけてほしい分かった、うん、それはもうほんと忘れないでね、うん、言った言ったよね乗ってるでしょこれも電波に乗ってるから残りますよね、うん、大丈夫ですよねここだけは残してくださいこの後とんでもないことを言ってこの放送がぐちゃぐちゃになってもそのここだけは公式で出してくださいいやちょっと気をつけます気をつけてください気をつけます怖い女もうやめてくださいちょっとそうね、うん、ほんまに言われるからね本当そうでしょだいぶマシにはなったけど、うん、ほんまに言われたしあのニューヨークの屋敷なんか、うんまあ、ほんまその舞台上でさ、うん、ほんまにどんな印象やったみたいな、うんうん、でなんか誰かもっと若手の子がいていや怖かったでしょ最初みたいなそうだ、ね、いや怖くないやんっつってニューヨークおったから、うん、いや怖くないよなっつって屋敷が私に向かっていや怖いですよこんな女金属バットみたいなそんな言い方ある他にない金属以外なかったいや本当
あれだよね、金属バットさんよりちょっと怖いよ。じゃあ多分社会不適合よそれはもう。こんな一応ちゃんとした見ないで金属さんが怖かったら、そう一人でしかもやってた、しかも一人で二人分の、あそこ二人のなんか両極端の怖さがあるじゃん、ね、何かあのまあ空気感があるから、うんうん、そうそうそう、二人で一人やのに一人で一人なん、めっちゃ怖いマジで、やっぱ怖いと思うし、だからそうやっぱ後輩とかがね、うん、やっぱ怖いと思うのはもうしょうがないと思うんだけど、うん、まあまあ初対面の時はね、うん、でもやっぱいいところもある、可愛いところもあるんだよってことは、うん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 、やっぱ私たちが伝えていきたいなって、私が言うのは違うねんから、うん、いや、そうでしょ、うん、知ってる人が言っていてほしい、絶対言った方がいいから、うん、だからその吉田ちゃんのその可愛い話とか、うん、いい人の話みたいなのをしていきたいんだけど、うん、していってよ、でもねやっぱそういう場もないからねうん、あればね言うんだけど、いやその機会をね選ばないと、現代貼っとくだけでいいよあの交番用の横にじゃあなんかあれ作ろうかな、なんかあの今月のあの吉田ちゃんのいいところみたいな新聞そのなんか学級新聞みたいな、自己新聞みたいなやつ、そう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 、言った言葉で優しかったランキングとか本当優しいから、いや今ちゃんと普通、普通よ本当に、思ってるほどは怖くないと思う、いや本当そうだよね、うんうん、だからやっぱもう、え、じゃあ後輩とかさ、うん、気軽に来ていいの、全然、だってユリアンなんか私の友達だと思ってるから、意外にそうなのか、昔ほんまにユリアン夜中にな、うん、電話かかってきて、まだ大阪おる時な、うん、今何してるん、もうちょ初期のユリアンな、うん、吉田さん今何してるんですかって電話かかってきて、うんうん、あ今もう帰ってるとこやで、うん、どうしたんって言ったら、いやちょっと会いたかったんですって言われて、うん、そう可愛いやん、うん可愛い、そう言われたら、うん、まあ時間だけはそんな時間なかったけど、うん、まあちょっと会ってなんかご飯でも食べる、うん、って言ったら、あすいません今はめんどくさいですお前なんや友達かやばすぎ友達の中でもやばい方だから、それそのなんかうちがもう帰らなあかん時間を見計らったやろうな、うんうんうん、あなるほどね、言うだけ言って無理やけど、うん、そういう気持ちだけじゃなかったやろうけど、可愛いね、うちが会うって聞くと思ってなかったからそれは違います、吉田さん、それは違います、嘘でしょ、それは吉田さん、それはあれはめんどくさいですでもなんか逆にそういうの嬉しいのかもね、そうですよ、だからちょっとそうやって怖いって思われてるからこそ、うん、ぐいぐい来る後輩って私めっちゃ好きで、なるほどね、うん、全然いじってほしい、ほんまに、あもうぐいぐい来てほしい、全然いい、あそれがなんか攻略法なのかもね、そうそうそう、それが一発目のほんま突破口やと思う、うん、確かに私たちもやっぱ最初会った時に、うん、そのやっぱ同期だしさ、うん、ね同い年だし仲良くしたいけど失敗はしたくないから、うん、ってなった時にやっぱ怖いって言えたのが一個きっかけなの、うん、そうね、うん、すぐ言ったもんな、うん、すっごいなんかそのすっごい小さいんですよ、うん、吉田さんすっごい背が小さいのすっごい小さくて変わらない、ここは変わらない、全然違う、マジでここは変わらないすっごいちっちゃくて、この身長の中で一番ありえっていうありえってぐらいの小ささ、そんなことは絶対印象よ、印象だからあくまでサイズ感の話じゃなくて、うんうんうん、印象はすっごいちっちゃいんだけど、うん、この身長の中で一番怖いと思うそのなんかねこの身長史上よ、なるほどね、最も怖い150の中では一番かもしれない、うん、そういうのを言った時に、うん、その何言うてんねんとか、うんねうん、めっちゃキレられてる可能性をはらんでるけど、うん、言ったら、うん、それを別に許してくれたから、全然もちろんそっからもう本当に何を言っても大丈夫だろうって思うようになって、それ確かめたいんや、そうそうそう、そっからだね、すごいなんか楽になったのは、いやでもほんまにそう、全然そうやって来てくれる方がほんまにいいよ、うん、いやそうでしょ、嬉しい嬉しいよ、だからもう今年はなんかあれだよね、そのまあね芸人との中で絡む機会も少なくなって、まあねなかなかねご飯とかね行きづらいけど、うん、そうね、本当になんか吉田ちゃんがもう全員に鬼いじられされるとかだったら最高だよね鬼いじられして最後胴上げしてたそう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 、で暗転になって明転になったら全員帰ってるっていうライブでおーいおーいそうそう、小さいけどねいやいやすごい小さい女がこうやって大暴れするみたいな、いそれぐらいのことよ、ほんまに、いやそうなってほしい ね、 なんかね、そうやな、怖くないんだよ、怖くないよ、まだそうか、まだ追われてんのか2年経って、いや怖いと思うよ、だスタッフさんとかがどう思ってるかとかも聞いてみたいもん、確かに気になるよ、いやでも本当にやっぱさ、うん、接したらすごいしっかりしてるし、うんうん、すごいいい人だから大丈夫だと思うんだけど、うんうん、やっぱ最初は怖いと思うよ、まあ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 、うん、女芸人ってね誰もそうやと思うけど、いや特に大阪から来たってなるとそうなんやろ、いやそう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 、うん、やっぱ喋りがね、うんうん、すごい滑らかな怖さもあると思うそ嘘みたいそう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 、何でも大丈夫です、分かりました、うん、よろしくお願いしますみたいなそう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 、その感じの怖さもね、やっぱスタッフさんが今笑ってるというそういうことだから、確かにね心当たりがあるんでしょう ね、 あれはどっちやったやろみたいな、ね、いやそうよね、ほんまにいいと思ってるのか、ほんま怒ってるのか
そうそうそう、それはやっぱ難しいから。確かにそのめっちゃね、自分でも今の言い方ちょっとやばかった。あとやっぱ早すぎて、うん、あの質問より早く答えた時あるね多分。それは早すぎるよさすがに。それはだって怖いじゃん、質問してないんだからまだ。この間もさ誰かと喋ってて、うん、引っ越すみたいな、うん、でどこに住んのって言ってて、うちが言って、うんうん、いやまだ考えてんねんけどな、うん、今住んでるどこどこもっていう時に、うん、あいいよなーって言った時に、うん、早い早い、やばすぎるよ、もう飽きてるやんって言われて怖いよ。じゃちょっと予測して返事してしまう時あんねん、うん、なるほどね。それめっちゃな松浦ちゃんね、スパイクの松浦ちゃんめっちゃ怒られんねんけど、うんうん予測して変にして外した時に、うんうん、だから吉田さんさ自分の物差しで喋らないって言われてすいません。確かにね、それはあるかもしれない。ちょっと予測して返事してしまうから、うん、早すぎてびっくりっていうか怖いかもしれん。それを自分でもあ今ちょっと やってもうたなみたいなすごいある。なんかあれだもんね、だから普通になんかあ聞いてくれてないのかなって怖さもありつつ、そう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 、プラスもし当たってたら、うんうん、普通にそういうなんかそういう怖さもある。え、なんで知ってんのとか、なんでわかるの、情報が漏れてるかもしれないその全部読まれてるみたいな怖さもあるから、どっちに転んでもめっちゃ怖いみたいな。よくないね、よくないね。そうそうそう、ちょっとそれは気をつけるけど、でももう十何年この喋り方やから、いや、無理よね、すぐには治らへんから、うん、ほんまに皆さんに言っときたいのは、ちょっと早くて食い気味でも絶対怒ってるとかじゃないすいません、怒ってないのね。絶対もうここ何年も相方以外に怒ってないだからおかしくんだけなんだよそれを見ちゃうと怖いと思うけど、そうね、そうね、確かにそうだよね、怒ってないよね、なんかブチ切れたりしてないよね、なんかあそのそうね、芸人さんにそんな怒ることなんかまずないと思う、うん、外で何してんの芸人さんには怒りませんよ。だから渋谷の駅前とかで騒いでるやつに対しては、そういうのにはね、ほんまに今もマスクしてるからさ、何喋っても分からへんよ、うん、だから普通におもんないのって言いながら書いてる。もうまずさ、ノーとか言うやつ怖いじゃん、おもんないのそのさ、語尾がさ、ノーの女イネーにするわ、おもんないねそれももっと怖いよ内容は内容で怖いし、内容は一緒よ、ノーも怖いし、ネーも怖いのマジでやっぱ怖さはあるよね。だから私もその本質で怖いわけじゃないけど、うんうんうん、その怖いっていう人が現れた時に怖くないよとは言い切れないというか、うん、どうか怒らせないでよってそのみんなって、私たちはまだ怒らせてないよまだ動画中に火つけてないだけで、着いた瞬間のことは分かりませんよ。そう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 、大人だからね、確かにやっぱそんな、それそれはあるよ、大人やから、うん、でまともな方やから、いやそうよ、やっぱちょっと変な、そのほんま単純に常識ないとか、うん、そういうことに関してはすごい多分私厳しいと思う。いやそうだよね、うん、だからやっぱりそのすごく完璧でできる人間だからこそ、いや そんなことないねんけど、うん、自分の常識じゃないとこのことされて、それがだから終わりやで全然いいよ、うんうん、何してもじゃなくて単純にね、本当にもう出したもの片付けられないとか、うん、飲んだもの飲み方して、うん、そういうことは怒らないけど、あこの子できへん子やなって思ってしまう、ね、一番怖いもんね、うん、この子できへん子やな出してほしいよね、公式でその顔そのこの顔したら、うん、この子できへん子やなって思われてんだなって、 LINE スタンプこの子できへんスタンプ使わなかったこれこの顔ですねみたいなされたらおしまいだよね一緒にご飯行ってさ、正しく喋ってると思ったらさ、急にえみたいな今思われたあ今違かったやんマジで難しいな。だからほんまにそのご飯行きましょうとか全然言ってきてほしい。全然平気だ、全然言ってきてほしい。行くかどうかは別だけど。いやでもね、うん、だから本当にだからこれがね、うん、いいギャップだったりするのがね、うんうんうん、一番最初の頃かな、それこそね、うん、なんかね、なんかのライブ終わりに、うん、なんかみんなでご飯行くみたいになった時に、うんうんうん、だからその吉田ちゃんを誘ったことがなかったの、うんうんうん、まだみんなでご飯行ったりとかしたことがない時に、はい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 、なんかそのみんなで、まあ、どうかな、みんなで行くみたいな感じだから、うん、行きたくないかな、どうかなと思いながら、あの吉田ちゃん、あのこの後みんなでご飯行くんだけど行くって、その、うん、行くの苦の前ぐらいに、うん、行くほらほらだから食い気味でそうそうそう、そう食い気味で、でも、うん、めっちゃ行きたいやつみたいな、その時はめっちゃなんかプラスの食い気味というかそのなんかなんていうのかな、そのね、ラジオになっちゃったら伝わりづらいけど、うん、なんか両手をピーって伸ばした行くみたいななんか感じ、そうそうそう、感じが嬉しい嬉しい、それがなんかみんなは新鮮だと、あ、なるほどね、吉田ちゃんってそんな感じなんや、そんな感じもあんねやみたいな、そうそう、なんかメンツも、まあ、そんないいメンツじゃなかった、誰誰やった、なんか一人ぐらい思い出して、 ちょっと前に開催しちゃったあの鳥天の奥口くんとか、うわーそうそう、あんま良くないメンツや、そう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 、あんまりみんながそのなんか、行きたいノリノリではないよね、そう、うんうん、誰もがノリノリじゃないところに、うんうん、すごいノリノリで来たから、うんうん、それはすごい可愛く思うよね。
ね。いや確かに、だからそのまだこっち来てさ、うん、すぐでそんなに、まあ、同期やから前々から知ってたけど、うん、ちょっと友達とはまた違うというか、うんうん、それの時にやっぱ誘ってもらったらめっちゃ嬉しい、ね、いやだからそうそう、誘ったら、うん、来てくれんなみたいな、お花見とかを誘っても、うん、来てくれたりとか。基本的に多分あのほんまにスケジュールが合わない以外ノーはないと思う。あ、それがやっぱ意外だよ、うん、そうそう、それめっちゃ言われる、うんうん、え、なんか時間は無駄にしたくない。あ、それはめっちゃあるよ。あるんだよ。それはめっちゃあるよ。私時間無駄にするの大嫌いだから。じゃあもう無駄にしないように一生懸命頑張らないと。楽しませてほしい。誘ったからには楽しませてはほしい。帰り思う日あるってことでしょ。今日は時間の無駄やから、まあしゃあないか。基本的に芸人さんで言ってそれはないよ、うんうんうん、ほんまコンパとかではあるけど。あ、そうか、うん、なんか、うん、行くよ、コンパ。コンパ好きやねん、普通に。コンパ行った時に、やっぱもう、本当にモテないって。これは、私これが結構、核となる異常な部分だと思って。あ、それす、カエル亭の岩倉ちゃんに言われてんけど、うん、昔のコンパ行った時に、うん、まあ、コンパで私、やっぱ、うん、こっちを楽しませたくなんねん、女芸人を。女芸人側ね、うん。だからどうしてもこう、もう分回しよね。分回しなのよ。最悪よ。その代わり友達は増えるで。こっちが友達は。はね、だからコンパ行った、うん、こっち側の初対面の女の子とかとは今でもご飯行ったりするもん。あ、そう。ぐらい仲良くなる。つながりはあるの。こっちをすごい良くしちゃって、こっちをやっぱりよくほんまパレナ扱いにしちゃうから。なるほどね。一回だからほんま名言やなって思ったの、うん、男の人から解散するときに。うん、今までで一番ハズレやったけど、今までで一番おもろかったはバイバイって言われた。名言。でもさ、でもすごいめっちゃ充実感あるね。そうだよね。今まででいっちゃおもろかったんやっていう。それで好きになってくれたらいいのに。そこですよ。それはね、だって夜中の2時にバイバイって言うやん。せめて終電始発までは待ってよっていう。でも面白かったんだもんね。面白かった。ただこれ以上はごめんなさいって言うでしょ。で、カエルちゃんに言われたんが、うん、私吉田さんのこと大好きです、うん、でもコンパでさんまさんぐらい回す女は一生モテないです。だいぶ決意のいることだと思うよ。そう、ね、泣きながら言ってくれた。、うん、でもね、本当にその話とかをね、だからその楽屋でしてるのとかも聞いたことあってね、うんうんうん、その時のね姿がね、もう本当ただの男芸人だったんだね。その男芸人もそういうとこあるじゃん、その笑いを優先しすぎちゃうみたいな。、うん、こっち側ね。そうそう、うん、女芸人はさ必死で女芸人っていうのを隠そうとするから、そのなんか本当バレないようにするのに、だからもうそこがやっぱね、この感じでモテないっていうのはすごい怖いよ ね。怖いよね、うん、モテそうだよ、そのね、その料理とかもできるしさ、まあ、普通にはね、人並みにはね、なんかその女性、普通の女性としてそのでき、うんうん、なんかこういうのできたらいいよねって言われやすいことを結構抑えてるのに、全然モテないっていうのが怖いんだよな。親不孝すぎるよね、本当に。本当になんか親とかもびっくりしてるんだよな。そのえ、彼女行って外で何をしているんだろうみたいな。別に条件だけ見たら別にみたいな。モテでもおかしくないのになとか。何をしてんやろって思うよな、普通に。本当、分回しは良くないよ。分回し。ヘトヘトやもん。コンパから帰ったら。あー、ようぐるかしたね。ぐっすり寝れるよね。ぐっすり寝れるんだよ。肌ツヤツヤ。そうだよね。だから結局いいのかも。結局いいのかもね、うん、だって例えばモテたりとかしたらさ、うん、その人のこと考えてさ、あーとか、あ、よかったんかなとか思って、うん、逆に寝れない可能性あるから、うん、だただ分回して笑い取っただけだったら、まあ寝れるよ。その明日も仕事頑張れるし、それでいいのかもしれないけど、まあ、でもちょっと今年はね、まあ、今年はに限らないですけど、うん、毎年言ってますけど、うん、真剣にね、そういうことを真面目にやっていかないと。本当ちゃんと考えて。マジで本当。分回さないぞっていう覚悟はまずあるの。もう腕ちぎるって決めた。これが悪いやん、この腕が。これをちぎるって決めた。生えてくるよ、多分途中で。そのちぎった腕が。コンパ中に。生えてきてる。コンパ中に。やばい、回っちゃう。やばい、回っちゃうってなるから。なんだ、回っちゃう。あー、回しちゃったってなるけど。キモすぎるよ。キモすぎるよ。それはモテないよ。そうだね。そう、でも本当に確かにマジで私はなんかモテないモテないってね、うん、言ってるし、コンパでは分回しちゃダメって聞いてるんだけど、うん、私は本当にもうずっと言ってます。本当だからここが予言になるかもしれないですけど、マジで本当に吉田ちゃんはとんでもない大物芸能人と付き合ってんじゃねえかと思ってんのよ。その説ね。おかしくないですかってことなの。私が誰とも付き合ってない。そう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 。か、もう本当良くないけど、不倫。
やってるか。すいませんね、これがもうなんかもし不倫が出ちゃったらこれ使われると思います。予言していたみたいな。大物も大振りもね。そうしてない、何にもしてない。もうそれはそうよ、だってここでそれ言うよ。まあまあ、まあ、説得力はないけど、実はね、あの不倫をしてるんですけどね。ってなるけど、でもそのぐらい不思議なの。なんか、まあ、追ってもおかしくないってことやな。いや、マジで、うん、そう、うん、どういう人が好きなの本当は。え、色白細身。この塩顔イケメン。この年齢ぐらいでその回答はモテなそうなのよ。あんまいないのよ今。まだまだいい。この間めっちゃ恥ずかしかったの。ほんまに今誰が好きですかって話、うん、ほんまそれこそユリアと喋ってて、うん、今は中川大志くんかな、うん、今は坂口健太郎くんかなとか、うん、ユリアに普通に吉田さんって普通にイケメン好きですよね。めっちゃ恥ずかしかった。いや、うん、正直ちょっとなんか変な、なんていうのかな、あ、そこ行くんだみたいなところを言ってほしい感あるしね。そうね、うん、ない色白細身塩顔イケメンのみ。うわ、ベタな女だな。でもまあそれが好きよね、結局。結局ね、うん、結局なんか見た目良ければ全て良し説があるやん。それさな、結構ガチって聞くからね。そうやろ、だって見た目めっちゃ好きやったらちょっとぐらいなんか、うん、風呂場のさ、うん、風呂の洗い方汚いとかさ、うん、漢字間違えるとかさ、うん、全部許せるやん。ねえねえ、顔良くなかったらさ、うん、漢字間違えも許さないの。かみちが漢字間違えたら許さないよ私。かみちやっぱね、字綺麗。やっぱり字綺麗よ。ステータス勝負やからさ、うん、やっぱ良かった。だからちゃんとしてかみちさんは、うん、やっぱそうよ、甘えてないそこに。そこにやっぱ字を一生懸命練習したんだよ、ね。やっぱり俺が字汚いわ。違うだろうそこの努力をね。そういうね、それは素晴らしい。いや、そうよね、確かにそれはあるわ。それちょっとやっぱ一個あるけど、顔好きな人は大事よ。顔は大事やろ。大事。そうだから、そのさ、もう本当にね、もうこれもね、前に話した話になっちゃうけど、もうだから伝われって意味だけど、うん、坂口健太郎君好きって言ってたじゃんか、はい、で、なんか前ね、あの話した時はなんかいろんな話がぐちゃぐちゃになって、うんうん、最後本当に坂口健太郎君と付き合えるんじゃないかってなったんだよね。途中は忘れたけど。途中はちょっと分かんないんですけど、途中はちょっと分からないんですけど、皆さんも想像できないと思う、その結末に。入り口と出口がな、違いすぎてさ。そうだけど、その付き合えるんじゃないかみたいな話をしてたけど、ゼロじゃないよみたいな。本当にこの世界にいるから、まあまあ、ほんまにゼロではない、ゼロじゃないし、なんか選びそうだよみたいになったんだよね。坂口健太郎くんがね、うんうん、昔私見た時に、うん、まあ、その前説に来た時に、うんうんうん、坂口健太郎くん来るって知ってるから、その日、うん、だからその日はその午前中の前説、普段ほとんど化粧していかないんだけど、うん、しっかり化粧して、うん、そのね、待ってたんだけど、うん、その長い廊下をバーって歩いてくるから、うん、坂口健太郎くんって背でかいじゃんか、うんうんうん、だからすぐ分かるだろうなと思ったのに、うんうん、あの直前まで気づかなかったの、うん、それなんでかって言ったら、うん、あの腰低すぎて、あのおはようございますって腰折れた状態ね、折れた状態のまま進んでたの、廊下を。廊下をね、あのあれね、ラジオだけの人は分かんないから、うん、あの鍵かっこの方、その鍵ね、その閉じるのやつね、鍵かっこのやつの形、そんなわけないやん、進んできたの。そんなわけない。めちゃくちゃよくない、おばあやん。そんなわけないやん。でもそのまま進んでくるぐらいいい子なの。あのほんまに腰のいい礼儀正しいな、ますみたいな、もうそういう人なんやと思うわ。素敵だから、素敵だから付き合ってくれたら嬉しいけどな。ちょっとね、まあまあ今年坂口健太郎君というわけではないですけど、うん、将来的にね、付き合ってほしい。まあ一回ぐらい飲みに来たらいいなと。最高じゃん。でもダメだよ。なんで？ぶん回すでしょ。その坂口健太郎君ぶん回すでしょ。坂口健太郎ぶん回したら多分訴えられるやろな。じゃあ坂口君どう？おねおねおね。なるほどな。なるほどなはさ、手応え感じよね。傷つくよね。あ、違ったんだと思うのよ。笑ってほしいよね。ダメよ。